アルミ粉末です。アルミ粉末。はい。それが指の油に付着して浮き彫りになってくるっていう。はい。本当だ。綺麗に洗わないと。そうですね、うん、はい、それも含めて。あ、そうですね。はい、そのシートは何のシートなんですか？ゼラチン。ゼラチン。ゼラチンシート。さっきのアルミ粉末はどのくらい振るもんなんですか？そのもう様子を見て浮き出るまでずっとちょこちょこつけていくってことなんですか？こうあるところにはくっつくんで、はい、でこうくっついたら余計なのを取って筆みたいなやつ、はい、また別の筆を使ってましたもんね、はい、でも虫も出てきてるもんね。すなっちゃってる。本当だそうだ。キラキラってあの辺がつまずいちゃってます。上の方とかもすごいついてる。この辺とかも指紋なんですかね、これは。これは違うか。それは拭いた後みたいな感じですね。でもこの辺は指紋だな。指紋最初できてるんですね。はい、シンです。先日この車のフロントガラス、運転席の目の前に悪質な張り紙をされてしまいまして、四方ガムテープでべっとりと貼られてしまったわけですね。例えばそういう張り紙などを車に貼る場合は、ガムテープとかを使わずにワイパーに挟んだりとかね、もし使ったとしてもセロハンテープのような糊が残ったりとかしないような養生テープだったりとか、そういうものでね、警告をしていただきたいなとは思うんですけども、なんとガムテープでべったりとやられてしまったんですよ。でここで誤解をされないために、なぜそもそも張り紙を貼られたかというと、僕がいつも止めてる駐車場があるんですけども、そこに止めていた時にここ半年ぐらいですかね、何度かね車にいたずら的なものをねされまして、それとあと隣に止めてる車のドアパンを食らったりとかも、ちょっとあったんですね。で大体多めに見てはいたんですけども、もしかしたら近所の子供かなみたいな感じで、多分そうだと思うんですけど、そのうちの1個のいたずらに対してちょっと気をつけた方がいいなと思って、その地域の役員の方に、その敷地内にお客様が止めるお客様駐車スペースみたいなのがあるんで、そこに車を止めさせてくださいと。で僕も地域のね、役員で事務局長やってるんで、話を通しまして、ちゃんと許可を取りまして、でそこにしばらく置いていたんですね。でその駐車場っていうのがとても広い駐車場なんですけども、外部から人が入ってきてたまに車を止めたりとかすることがあるので、よくね、見回りをしてるんですよ、役員の方が。交通車両部というね、係の方たちがいらっしゃるんですけども、でそのうちの1人の方が、その交通車両部の部長から話を聞いてなくて、そして地域の方たちの車とナンバーを全く確認せずに、その人が独断でバチバチそういう風に貼っていたとね。でこの車以外にもそのガムテープでフロントガラスに警告が貼られてる車が他にもあったんで、やられたのは僕だけではないんですけども、それに気づいたのも車を動かしてからだったんで、その時はまだ他にもそういう貼り紙を貼られてる車があるっていうことに気づいてなくて、もしかしたらこれもちょっと悪質な何かなんじゃないかなと思いまして、警察の方に確認してもらったところ、ここもちょっとポイントなんですけども、車に何かをされてそれを直そうとした時にね、例えばテープを貼られてそれを剥がしたとか、ね、その程度だと思うんですよ。コンパウンドを使ったりとか、そういうことではなくて、今回みたいにガムテープを貼られて、そのままガムテープを剥がした、ね、ゆっくり丁寧に剥がしたとしても、それが、現状復帰にならなかった場合は、器物損壊に当たるので、被害届が受理できるそうです。度重なるいたずらもちょっと頭によぎったりはしてたんですけども、今回ばかりはちゃんとやろうかなと思いまして、早く残ったガムテープだったりとか取りたいじゃないですか、ね、せっかくフロントガラス撥水コーティングをしたばっかりだし、なんなら洗車をした次の日にそれをやられてしまったんですよなので、ちょっとちゃんとね、ここはしとくべきかなと思いまして、で、被害届を出させていただいた後に、もし相手が特定しにくかった場合、警察官の方が、じゃあ一応念のため、指紋を採取しますと。ちなみに指紋を採取する場合、例えば警察が持ってるような、そういうちゃんとした道具を持っていなかったとしても、いろいろなね、ご家庭にあるもので代用できたりとかして、指紋を採取することができたりするんですけども、そのちゃんとした採取の方法を警察官の方からインタビュー形式でお伺いすることができたので、動画に収録してみました。はい、ということで、このチャンネルゲートをご覧になっている皆さんの中には、車好きの方たちもたくさんいらっしゃると思います。自分の大切な車、もしも何かされてしまった場合は、そういうような形跡、怪しいな、などのね、雰囲気を感じた場合は、このように指紋を採取することができるというね、よかったら参考にしていただきたいなと思います。